どうも、ヒサオケンコ。マネコ。ヒサオケンコ。クレコよ。今回は、ちょっと寂しいけど、二人で、サイレントヒル3やっていくんよ。行くわよ、マメコマメコ。画面共有してない。あ、ごめんなさい。ちょっと待って、ごめんなさい。もう、マメコってば。おケンコさんね。もう、同時なんだから。おとじまめこんとどじかわいい。どこかよ、もう。何よ。ということで、サイレントヒル、続かんだじゃない。バーカ。やっていくわよ。行くわよ。この声出すのも久しぶりだわ。ほんと、久しぶりね。ていうか、見てよ、これ。2000年の3月4日とかなってるわよ。あたしたち。どういうこと？時空を超越できるみたいね。すごいじゃない、私たち。さすがね。さすがね。2000年って何年前だよ。14年前ね。あら、なこもまだ若かった。若かりし頃ね。もう今じゃもう43だから。そうね、おばさん。立派なおばさんね。誰がおばさんよ。グレコよりは若い自信があるわ。何言ってんの、あんたのがおばさんでしょ。何言ってんのよ。あらやる気。そう、見て、グレコがいない間に回復薬がこれだけになっちゃったの。何があったのよ、あんた。何したらそんなんだっけの。ちょっとね、ボス戦に苦労しちゃってね。どうしましょう。どうしましょう、早く探さない。そうね、ラスボスが不安すぎるわ。おじさんとおばさんと娘さん。何言ってんの、私の方があれより可愛い。神は失われたわけではない。私たちは信仰を忘れず祈りを捧げる。楽園への道が開かれる日を待ち望みながら。信仰って読むんだ、読めなかった。あら、おばっかさ。あら、おばっかじゃないわよ、クラコ。頭いいの。頭ハゲ散らかしてるわね。髪の毛とその脳みそも抜けたんじゃない。ふさふさよ。何言ってんのよ、おにぎり頭のくせして。あんたには言われたくない。約束。しかし神はそこで力尽きて倒れた。世界の誰もがそれを嘆き悲しんだが、神はそのまま息を失い父へと帰った。今一度生まれてくることを人に約束して。これ全部読めたこれ私読む順番が違う気がしてきたわ。一番どこどこよ。どこ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 。チーン。何言ってんの。あら、通れないじゃない。横着しようとするからそうなるのよ。ごめんなさい、さっきから柱に邪魔されるわ。あ、1? あ、1あった。資源でいいのかな。すべての始まりの時、人は何も持たなかった。体に、持たなかった体には苦痛、心には憎悪の他に何も。争い、傷つけ合いながら。え、なんかさ、死ぬことすら叶わず、永遠の、なんだ、で、わかんない。とりあえず、泥、土の中に人は絶望していた。よくわからないね。難しいよ。難しい。あら、なんか、かっこいいわね。筋肉かっこいい。やだ、もうペロペロしたい。おまんまもしてほしいわ。おまんまもしてほしいわね。誕生。ある男は太陽に蛇を捧げ、救いを祈り、ある女は太陽に、なんだ？足を捧げ、喜びを願った。大地に蔓延する悲しみを憐れみ、神はこの一組の男女から生まれた。アダムとイブ的な感じでしょうか。そんな感じじゃないかな。読めねえよ。漢字読めねえよ。難しい。漢字難しい。これはなんだ。救済。
神は時間を作り昼と夜を切り分けた。人に救いの道を示し喜びを与え、そして人から無限の時間を預かった。ちょ、こっちなんか扉があるわね。扉あるわ、入ってみましょう。あ、鍵が壊れて入れないじゃん。残念だわ。残念。ちょっと久しぶりすぎて操作難しいわね。うん、ちょっとなんか画面酔いそうだわ。ごめんなさい。これさっき読んだっけ？あ、読んでない。想像。神は自分に従い人を導く存在を作った。赤の神、スチェルバラ。黄色の神、ロブセルビス。そして大勢の神たちと天使である。最後に神は楽園を作り出そうとした。ただ人があるだけで幸せに至る世界。わかんないから先に進むよ。美しい女神は私。あたしよ。何言ってんのよ。あたし。あたし、ドアとアークの父親の天使と女神さん、人間にしてるのあたし。あたしは何言ってんの。何言ってんの。魔王でしょ、あんた。何言ってんのよ、魔王はメロンちゃん。あ、そうだった、メロン女子師匠、魔王だった。魔王ね、あーって何何に。何でもないわよ。あら、懐中電灯つけてなかった、ごめんなさい。もうドジなんだから。おバカさん、かわいいおバカさん。可愛くはないわ。何？あら、地図ちゃん雑じゃない。これちょっとただの落書きじゃない。落書きよね。教会の地図を手に入れた。びっくりした。ん？その絵みたいなの怖いわ。怖いわ。マメコ、最近の男の人におまんまんまんましてほしい。さっきの男の人におまんまんまんましてほしいな。私よ。神よ、私をお許しください。私は、人は私の罪を許さず死を与えるでしょう。私もそれを望み、心静かに受け入れようと思います。ただ無限の慈悲のひとかけらをお与えください。アーメン、アーメン。いつか我が子と楽園にて再会できるよ。誰？地獄ではなく煉獄へとお送りください。地獄より煉獄の方がさ苦しいんじゃないの。私はそこで罪の償いをいたします。炎の中で祈り、償いの終わる日を従順に待ち続けます。恐ろしい。私の成した復讐をお許しください。恐ろしいわね。難しいけど恐ろしいのだけはわかるわ。うん、意味はよくわかんない。殺された我が子の魂を、私が殺したあの少女の魂をお救いください。我が子殺したの？自分の子供殺しちゃったの。マジで？死の恐怖に怯える幼子のような私に安らぎをお与えください。アーメン、アーメン。ただ一言、許すという言葉をお恵みください。どういうことじゃ。どういうことじゃろうね。ちょっとなんか音量がちっちゃい気がするな。幻、幻。え、何？こんだけ？許す？何も答えない。どうしましょう、どうしましょう。え、あ、そういう選択肢とかあるのね。これあるのね。びっくりした、まめっこ。どうしましょう。もう許してあげましょうかしら。まめっこ心優しい天使だから。何言ってるの。私よ、私もう許しちゃいましたもん。その許しちゃうよ。私は許すわよ、許すわよ。この子鼻高いわね。もうなんかもう美人さんの影があるようなないような。いや羨ましくないわ、マメ子美人だ。
私のが美人よ。何言ってんのよ。頭ハゲ散らかして青ひげバーバーのくせに。あんたもでしょ、それは。あれ両成敗ね、ここは。お互い様ね。お互い様。これ調べてみたいわね。これは誰なんだろう。まあ気にすることないか。あれにはおまままもされたくないわ。これは嫌ね。筋肉もりもりの男がいいわ。そうね、イケメンがいいわ。イケメン、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 イケメン。ジョイスのイケメンコールいただきました。イケメンいいわね。イケメンやっぱいいわ。おまままもしてほしいわ。おまままもしてほしい。その地図ちゃんとした地図だったんだ。一応ね、なんかね、ちゃんと自分のいるとこもわかる。そう、わかる。ありがたいわね。暗すぎない？怖い。マモマモしてもらいたい。マモマモ、マモマモ。マメコキモいわ。何よ、あんたに言われたくないわよ。キモい。グレコの方がキモい。私はかわいい。マユコはピチュー。クラコはかわいい。化け物。なんてこと言うなよ。あら、ごめんなさい。43歳のガラスハートに傷がついたわ。あら、びっくりした。キモ、びっくりした。めちゃくちゃびっくりしたじゃない。驚かさないでよ、ガラスのハートなんだから。私だってびっくりしたわよ。もうマメコ心臓発作起こしちゃうじゃん。ちょっと久しぶりすぎて体勢がついてないのよ。それよ、こうやって戦うのね。行くんよ。ちょっと暗くて怖いんだけど。なんか見てるわね。なんかいる、もしかして何かいる。なんかキモいのいるわね。キモいのいたわ。壊れてる。どうしよう。でもこっち行かないといけないわよね。入る入る入る入れた。よかった。逃げたわよ、こいつ。怖いじゃない、だって。何かしら。なんか見てる。まさかこのゲームでこんなにびっくりすると思わなかったわ。ほんとね。ハンドガンのおたまたま。おたまたまゲットしたわ。ゲットしたわ。やったわね、おたまたまよ、おたまたま。おたまたま、やった。なんだ。え？何やってたの今。ごめんなさい、連打しちゃったの。もうそんなことするから分かんなくなっちゃう。ごめんなさい。ファイルに紙が何枚か挟まってる。他の本を手で書き写したような感じを受ける。太陽の星冠と呼ばれる神を表す、紋章の一つで、勲章かな、教団の象徴として用いられる。外側の二つの円は慈悲と祭壇、内側の三つの円は現在過去未来を意味している。通常は赤で書かれる。あ、これセーブポイントのやつだ。黒などの赤以外の色で書くこともあるが、青で書くことはその意味を逆転し神への呪いとなるので禁じられている。はあ、さっき言ったの何なのかしら。久々すぎて何拾ったか分かんない。分かんない。あ、これだわ。うん、カセットテープ拾ったわ。大事なものだったじゃない。大事なものね。カセットテープ聞くやつどこにあるのかしら。分かんない。出たらあいついるわね。サバそうね、いるわね、あいつ。逃げる逃げる逃げる。まっくら、追ってきてる追ってきてる。やだキモい、やだキモい、やだやだやだキモい。マメコよりキモい。ねえよ。いや、マメコの方がキモいわ。へんて、マメコ怒よ。怒なんの。怒よ。ブギャ、怒たんよ。もう空を飛ぶ天使の絵が描かれている。この絵には特に気になることはない。
車椅子が置いてある特に気になるところはないと思う。地図見てなかったわ。とりあえず今ここしか行くところないわ。そうね、行きましょう。とりあえず行ってみましょう。グイヤン、大きいセーブポイントかしら。この円は生き返りを意味しているらしい。さっきの紙にそんなことが書いてあった。死んでもそれで終わりじゃないってわけか。それは確かに便利だと思う。でもそのおかげでアレッサとして死んだ私が今生きてここにいるわけだし。でもなんでだろう、それってすごく嫌だって感じる。あ、セーブ。お、セーブセーブさせてくれるのね。お、セーブセーブしましょう。グイーン、聖アレッサ、神の母にして神の娘。ここに書かれているのは私だ。どういうこと？抱いているのが私、抱かれているのも私。意味がわかんないわよ。意味わかんない。死を望み17年前に神と共に消えていった私と、聖を望み今ここにいる私だ。わけわかんないわね。わけわかんないわ。わかんない。聖ニコラス、奇跡の手、神に使える意志。ハゲオヤジだったら。ハゲオヤジはおまままもしてほしくないわ。そうね、若いのがいいわ。ね。ね。聖ジェニファー、死の歯の下にあっても信仰は揺るがす。全然意味がわからない。これだけどこに行けばいいかわかんないじゃない。他に扉もなかったわね。なかったわよ。え、どこ行ってないとこあんの？いけないよね。え、くしゃみ出そう。知るか。突然何を言い出すかと思ったら、くしゃみ出そうって。早速迷子さんなんだけど、どこか行けるとこあるのかしら。どうしましょう。やばい、後ろから来て死んじゃったじゃない。今急にね、撮影つけたんだけどね、このね、下にさ、足跡わかる？あ、本当だ。今ね、鳴き声がね、聞こえてね、足跡が、あ、ほら。ただこの絵の裏に何かあるような気がする。あの女の子の泣き声や足跡もこの絵の向こうに消えていったし。きた、進んだ進んだ。天使の絵を動かします。はい、やったわクレコ、やったわ、やっと進めたわん。ちょっとセーブしましょう。え、大丈夫かな。セーブしなくて進んで大丈夫。なんかいるけど、あっち側ね。そうね、大丈夫そうね、大丈夫そうね。行くわよ。怖い。自分の前を見ないで進むっていうのもちょっと勇者だよね。怖い。このカメラのアングル本当なんとかしてよ。マミコの恐怖は煽るじゃない。何かしら。怖いわ、とにかく怖い。ちょっと待って。はい、ち、先輩チス。めっちゃ怖かった今。ガチで。
うっすんばっちりっす。もう何も来るとは思ってなかったからさ。アングル、アングル、カメラ。あ、死んだじゃないか。せっかく進んだのに。もうちょっともうこれは使っとくしかないな。一個使います。回復薬を。少ない少ない、少ない少ない。最近のとこまでカット、ガーッ戻ってきたわよ。さあ来るぞ来るぞ、あいつら、あいつは来るぞ。ピッピッピッってねえし、来ない。え、来ない。あ、来た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 。あ、来た。早い早い、足早い。やだこいつ足早い。足が早い。マメコイも真剣だった、めちゃくちゃ。黙ってたもん。もうほんと久しぶりの戦闘だから怖かったの。まもまもしてほしい。お、ま、も、ま、も、まもまも。あんた鼻息荒いわ。キモい。ありがとう。あら、最高の褒め言葉ね。全然入れない。今本気で焦った。いやー、本気で焦ったよ今。びっくりした。同心自殺するかと思ったわよ。綺麗になった、綺麗になった。タロットについて本が書かれている。これ読まなきゃいけない。めんどくさがんなよ。タロットはヘブライ文字の22の子音を基盤とし成立し、世界のすべてを、表しているという。この0から21までの数字を振られたカード1枚1枚には様々な意味が込められており、それを読むことにより占い師たちは未来を見通す。例えば1枚目の魔術師は創造地へ始まり、あるいは破壊や詐欺を意味し、2枚目の助教帝かなであれば直感調は純粋なる信仰、あるいは独断や傲慢などの意味。しかしある文献によればガードナー版と呼ばれるタロットカードでは22枚目以降のカードが存在したらしい。ガードナー版は現在存在していない。文献に名前を、留めるのみである。これは失われたヘブライボーンを基盤とする世界を超越した存在、すなわち神を意味するカードであったという。はい、セーブないかな。セーブ大好き人間め。もうね、月のタロットカードという。え、イベント誰だ誰だ誰だ。あれ、やあ、ヘザ。ゴキブリ、ゴキブリ。
あら、守ってもらえそうにないわね。おまもも、このヘザーブスね。私たちの方が美人だから。私は可愛いの。そうね、美人と可愛い、プリティ。悪そうな顔ね。そう、あら、男前。男前ね。アメリカンジョーク。冗談になってないわよ。恐ろしいわ、恐ろしいわ。なんか手に入れたけど、ちょっとイベントが終わったところで、今回はここで終わりたいと思います。思います。くれくれ、ありがとう。どういたしまして。もう楽しかったわ。楽しかった。では、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。